ナスアキラナスアキラは、大正、昭和期の農学者。専攻は、農業経済学及び農政研究。東京市本郷区生まれ。1911年に、東京帝国大学農科大学を卒業後、1917年に、助教授。1922年には教授となる。日本農業経済学会を結成して、農業経済学の日本における普及を図る一方、 農林省の石黒忠厚と信仰が深く頻発する戸作葬儀や農村の貧困問題の解決などの研究を行い、後に農林大臣となり、農政の神様と称されるようになった石黒の側近、ブレーンとして活躍した。また、軍部の台頭に危惧を抱いて、アジア太平洋地域との平和的な交流に尽力した。1937年には、 石黒や加藤幹事、橋本伝左衛門らとともに、万毛開拓青少年義勇軍編成に関する意見書を政府所管庁に提出、国内農業問題解決のための万毛開拓移民の推進役となった。1940年から、河北政務委員会の嘱託に応じ、北京大学農学院名誉教授を兼職。戦後、一時公職追放となるが、 後に復帰すると、吉田茂元首相の要請を受けて、1957年、中インド圏ネパール大使となり、農業を中心とした交流強化に努める。インドで、来病の深刻さを目の当たりにして帰国後に、アジアスクイライ協会を組織して、初代理事長となった。1963年に、国連食糧農業機関の総会議長に就任するなど、 日本と海外との交流に尽くしたことが評価されて1965年に君に当局日、茂光明を授与された。1967年に日本人3人目のマグサイサイ賞受賞。など、ありがとうございます。